はい、2つ目の中身、お宝麻雀パイが入っていました。これは1つだけってことなんかな、いらねー。ということで今回もやっていきたいと思います。なんやけど、なんかさ、さっきちょっと待機画面の時にね、ハートマークがほら子供やな子供が生まれるな、久々やん。最近子供もね生まれてなかったけん。お、せつなさんとあずちゃんお呼び出ししましょう。さっきさ、マンション側の方にもハート出てなかった？気のせいかな？切ない。どうしたどうした？せつなさんだけに？俺とアズエツエー経由の間に子供がいたら、うんうん、想像したりします。いいと思うよ、めちゃくちゃいいと思うよ。ですよね。うんうん、また新たな子供がね。お礼にこれをあげます。はいはい、これは一体何のお礼なんやろうね話を聞いてくれたお礼ってことか。実用品オルゴールをもらいました、ありがとう。もらった小説は俺の趣味にぴったりで一気に読んじゃいました。ほう、小説とか私渡したんですっけ。あの二つ目のやつかな。それじゃあ梅干し、あー、しかも地面に落ちた。いただきます。どうぞ。大丈夫？梅干しってだいぶ湿っとると思うけど結構美味しかった、よかったよかった。お礼にこれもあげます。まあ梅干しね、夏場とかいいよねクエン酸と塩分。実用品オルゴールをもらいました、ありがとう。でちょっと気になっているマンション側を、ほら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 、え、どこやろう。あれ2つある、もしかして。あ、ってことは今回合計3つある。お、子供だな。あ、またちょっと出産ラッシュやってきた。ちょっとだけ、ちょっとしておいてください。よし、久々のラッシュですね。ゼロの愛、子供がいたら、うんうん、想像したりします。いいと思うよ。ですよね。ってことは次回3組生まれるんかな。いや、もう1組も子供かどうかは分からんけど。実用品風邪薬をもらいました、ありがとう。てかもう1組ぐらいはね、告白かプロポーズであっていただきたいけど。もらったシャボン玉セットで遊びました、楽しくてやめられませんでしたマジでそんなに。でもシャボン玉楽しいよね。はい、うな重どうぞ。あ、めっちゃめっちゃ今回投げる。どうすか？お、お腹いっぱいやね。すごく美味しかったようです。よかったよかった。お、しかもレベルも上がった。ちょい帽子を、ケーキの帽子どうぞ。あ、服も相まってなんかいい感じに、ファンシーな感じになりそう。いつもありがとうございます。いいねいいね。いえいえ。からのお返しです。お宝金貨をもらいました、ありがとう。さあそしてもう一人、ん？今誰かおらんかった、気のせいか。たっくん、ん？ってことは子供？切ない。ここは結婚してないし恋人もいないのか。実はまい、あやかも、べっかなも好きなんです。どっちも結婚してるよ。どっちに告白すればいいでしょうか。どっちも結婚してるよ。まあ、とりあえず当たって砕きましょうか、あやかちゃん。どんな感じで告白したらいいですか？必死に。既婚者に必死で、辛すぎる。屋上に行きましょう。着替えた方がいいですかね。そのままでいいんじゃないかな。わかりました。うんうん、では勇気を出して、結果は変わらないですし
お、でもちゃんと本人が来てくれたね。どうしても付き合いたいんです。見捨てないでください。見捨てるってちょっと違う気がするけど。ごめんなさい。土下座、土下座で告白、めっちゃ嫌や。超嫌や。残念な結果に終わりました、ね、結婚してなかったらちょっと断りづらい感じの告白のされ方。振られちゃいました。あ、リベンジはしない感じっすか。なるほどね。まあまあまあ、グミでも食べて落ち着いて。いただきます。こんなもんじゃ落ち着かんかもしれんけど、どうすか。まあまあ美味しかった。まあ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 、そのうち傷は癒えるよ。くそ、せっかくの告白やったのに、せっかくの告白やったのに既婚者かよ。おい、はい、それじゃあ、お、喧嘩、喧嘩も一組ある。みゆちゃん入ります。なんなの、どうしたどうした、思ったより怒ってる。よりよりと喧嘩しました。ふんふん、腹立たします。まあまあ落ち着け、仲直りしてください。じゃあこのイライラも沈めてください。ほう、まだ出てないんやな、なんもギリチョコ。え、でもねえ、普通ならあげる側やけん、ギリとかそういうのないよ。すごく美味しかった。まあね、自分が落ち着きました。要はチョコやもんね。あ、好物1位になったやん、ギリチョコ。女の人ってさ、バレンタイン、まあ買いに行って、どうなんやろ、普通に男の人に渡さんくてもさ、自分用とかでも買う人多いけんさ、なんかすごい得な感じするよね。バレンタインチョコ美味しそうやなって思っても、男の人が売り場におったらなんかやっぱ思われそうやん。ホワイトデーやったらあれやけどね。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ、仲直りできました。よかったです。お礼にこれをあげます。女の人ってなんかバレンタインでもホワイトデーでもどっちの時も売り場におって全然普通の光景やけんいいよね。日用品お風呂セットをもらいました。ありがとう。まあ、友チョコとかするもんね。この方は親友になりたいと思ってます。うんうん、なったらいいじゃないですか。うん、ケイスケさんおるよ。ほら、超信頼してるケイスケさんがおるけど。ほのかちゃんはかなり楽しい。なるほど。ここ超楽しい、最高に楽しいを越して親友になりたいと。急激になんか最近楽しいことでもあったんかな。それじゃあ、若きくん、え、寒そう。めっちゃ寒そう。最近もう朝と夕方、夕方、朝と夜、めっちゃ寒いよね。特に朝方寒いんやけど、夜はまあ過ごしやすいか、どっちかといえば。遊びましょう、遊びましょう。帽子シルエットクイズ。シルエットで表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。第1問。ででん。ゴージャスな羽の髪飾り。答えは、ゴージャスな羽の髪飾りでした。シルエットクイズ第2問。第2問。ででん。日本髪のカツラ。答えは、日本髪のカツラでした。イエーイ。シルエットクイズ最終問題。最終問題。これは何でしょう。しましまのファーの帽子。答えは、しましまのファーの帽子でした。イエーイ。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ一番大きいので。お宝、木彫りの熊をもらいました。ありがとう。そっちの世界の僕も元気にしてますのね。きっと元気だと思います。きっと元気だと思いますって言うけど、若木くんって子供よね。みーたちの間で生まれた子供よね。
こっちの世界の君はいないのでは。はい、学校給食どうぞ。はいはい。どうすか？まあまあ美味しかった。よかったよかった。学校給食懐かしいね。なんか学校給食以外でもまああるんやろうけど、なんか給食じゃないと食べ物みたいなのは結構あるよね。あのしょっちゅうさ、SNS で流れてくる、なんかこれ懐かしいなーみたいな。あのなんていうの、アルファベットの形したパスタ？あれめっちゃ給食って感じする。ウリュール飲みたことないんよね。でも多分あるんかな。はい、それじゃあみんなに募金を募ります。さあじゃんじゃん入れてってください。今日は 27,100円集まりました。ありがとう。はい、そしてミーニュース見てこう。になりました。ミーニュースをお伝えします。お願いします。アユナ島で7年に伝説の鹿、伝説の鹿がアヤカ調査団の尽力によって発見されました。この鹿は学名を長年探しよったのに、そんなすぐ見つかるものなのか。へへへ、しかもうわ、この鹿も発見、学校に出没するやん。怖っ。怖っ。侵入してくるな。すごく嬉しいと語っていました。ふんふん、マジのミーに聞きました。今ランニング中なんで邪魔しないでください。え、そんな格好で。はい、マジのミーニュース、柳田がお伝えしました。ありがとう。ん、イベント夜市や。見てこ見てこ。お客さん、運試ししてみない？してみましょう。福袋5,000円。はい、それじゃあ一つ目の中身、食べ物お子様ランチが入っていました。いいねいいね。はい、二つ目の中身、お宝麻雀牌が入っていました。これは一つだけってことなんかな。いらねー。三つ目の中身は食べ物メロンが入っていました。また来てね。ありがとう。でも食べ物メインな感じか。お子様ランチとメロンになんかあの麻雀牌が一つポイって入れられた感じ。いらねー。はい、それじゃあリロー君入りましょう。遊んでください。はい、遊びましょう遊びましょう。共通点クイズ、二人のみの共通点が合っているかどうか当てましょう。全問正解できるかな。もう最近このみー関係のクイズの方は難しいんすよね、記憶力が。共通点クイズ第1問。第1問、ででん、トミメカは今同じ服を着ている。知らないな。いいえ。答えはいいえでした。これは色違いとかでも含まれるってことかな、同じ服。第2問、デデン、ユサノハスユキは恋人である。待って、そこ二人だったんですっけ。恋人である。はい、答えはあれ、結婚とかはしてなかったんやっけ。え、全然他人やった。めちゃくちゃ他人やった。あれ、あ、そうや、初雪さんはあれやん、ゆりさんとやん。あれ、ゆうかさん誰とだった。え、相手はいたよね。お宝ティッシュをもらいました。ありがとう。目を閉じると昔のことを思い出します。昔のこと、いやでもなんか割とね、夢とかに出てくるのも基本的に中学生の頃とかが多い気がする。やっぱあれかな、まあ私の場合やけど、幼稚園小学校中学校って基本的にそんなにメンバー変わらんかったけん。高校からガラッと変わったけんさ、やっぱ付き合いの長さとかで思い出の数も違うけんね、その辺が夢に反映されとる感じかな。お、めちゃくちゃ呼んでる、けいなちゃん
てください。遊びましょう遊びましょう。ちょいろいろ整えようや。超アップクイズ。一部分が超アップで表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。第1問、これは何でしょう。ランドセル。答えはランドセルでした。イエーイ。最近赤いランドセルってなんか逆に全然見かけんねんけど自由に選択できるようになったら赤ってそんな選ばんねやね。え、何カステラ。答えはカステラで。まあでも自由に選んでいいって言われたら赤ってなんかめっちゃ派手よね親目線とかやったらね、昔ながらやけん、え、赤じゃないって思うかもしれんけど、初やったらそんなことやっぱ思わんか。アップルジュース。答えは夢ふわ系みたいな感じの、なんか淡い色のランドセル結構持っとる子多い気がする。水色とか薄い紫みたいな。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ一番小さいので。お宝ビー玉をもらいました。ありがとう。いろいろ飛ぶ企業ですが多めに見てください。はい、それはもちろん。だってあれよね、うちの子やもんねはい、カス汁どうぞ。はいはい。めっちゃすごい勢いで食べますね。まあまあ美味しかった。よかったよかった。さあ、そしてカウガール。うわ、派手だな、黄色どうすか。いや、あれやな、あの足元の主張が激しいね。上のあのなんか短いデニムジャケット、あれはいいとして、その靴下とブーツ、そこのなんか黄色の主張がすごく激しいな。お花畑スタイル。赤い落とした。どう？あ、でも部屋が派手になったらそんな気にならんか。でもあれ、靴下は黒とかでいいんじゃないかなはい、見ていきましょう。どうすか、いい感じ。虫いっぱいおりそう。蝶々はね、別にいいんやけど。とめっちゃハチ飛びおりやん。危険超危険。はい、大事にしてください。レベル2。それじゃあ猫レンタル券をどうぞ。道具、猫レンタル券をプレゼントしました。はい、ということで、じゃあ今回はめちゃくちゃ集まっとった。あ、なるほどね。やっと新しい部屋をもらえたのねって両親が訪ねてきたんだな微笑ましい。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、とりあえず今回はマミー関係のクイズ全部正解できたけど、え、正解できてないわ。記憶力怖っ